スロボジアは、ルーマニアのヤロミツァ県にある都市、同県の県とでもある。人口は2002年の時点で52,710人。首都ブカレストから東へ1 2 0トル国会の主要な港町であるコンスタンツァからは西へ1 5 0トルのところにある。付近にはヤロミツァ川が流れる。市街地から1 7トルほどのところには、 ブカレストコンスタンツァ A に高速道路が通っている。自治体としての総面積は132.87平方キロメートルで、そのうちの13平方キロメートルがスロボジア市に指定されている。今日の行政形態では、スロボジアは、スロボジアシトボラスロボジアヌア地域からなる。この地域の基幹産業は、農業、農産物加工業、軽工業など。 1990年にスロボジアは指揮者で作曲家のイオネル・ペルレアの出身地として知られるようになり、展示館、活動部屋、書店、文化機関など彼の名を冠した建造物が続々と建てられた。1993年にルーマニア正教会がスロボジアとカララシを管轄する教区を設けると、スロボジアにはその本部が置かれた。 スロボジアの住民は98.6%が正教会を信仰しているが、教会では他の宗派でも祈祷ができる。かわいそうな人々を意味するバイデイという村が町の前身である。現在の地名はルーマニア語のスロボージーという語から来ており、さらにそれはスラブ系言語で無料を意味するスローバドという言葉が語源である。町は平野の中央部に位置するため、 タタール人やオスマン帝国の攻撃を受けやすかった。そこで農民たちを励ますため、いくつかの税を免除したのである。エッフェル島のレプリカをもだった見どころとして、市街から5キロメートルほど離れたところにあるアマラ湖が挙げられる。湖周辺は温泉地として知られており、スロボージア駅から15分おきにマイクロバスが出ている。この他、エッフェル島もした。 高さ54メートルの塔がある。ありがとうございます。